お待たせいたしましたそれではトークショー私たちができるサステナブルファッションに入らせていただきますそれではトークショーのコーディネーターである鎌田有沙様よろしくお願いいたしますはい皆様こんにちは本日進行を務めさせていただきます鎌田有沙と申します今日はよろしくお願いします え本日のトークショーは私たちができるサステナブルファッションがテーマなんですけれどもえ登壇者の方それぞれにお取り組みをご紹介いただいて事業者の皆様えそれから消費者の皆様がそれぞれできることについて一緒に考えていきたいと思いますまずはじめに登壇者の皆様に一言ずつ自己紹介をいただきたいと思いますお一人目が えー、株式会社メルカリブランディングコミュニケーション担当の上村様よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますメルカリの上村と申します えと私はあの社内外でえっとお客様に関わるようなプロジェクトの推進を主に担当しておりますまたあのプライベートでもですねあのファッションとか環境問題に携わるようなコミュニティをマネジメントしてたりするのであのぜひ今日は皆さんと一緒に学びながら楽しめたらなと思っておりますよろしくお願いしますありがとうございますよろししくお願いします、えー、続いて株式会社小一代表取締役の山本様お願いいたします えっと、株式会社長一の山本と申します、えー、アパレルの在庫に関しては、えっと、日本一多分有名な男だと思ってます <laughs>、えっと、私は結構ニッチな業界で商売してるんですけどもその観点から、えっと、言えるあのお話できることがたくさんあると思いますので、まあ、皆様の気づきになればと思いますよろしくお願いしますありがとうございます、えー、そしてレフトカンパニー代表エリ様よろしくお願いしますはいエリと申します 私はデプトカンパニーという会社をアパレルの会社をやっております、えー、と地球環境に配慮したものづくり、えー、と、えー、私が父がアメリカで80年代に創業したデプトという古着屋も継いでいるので、えー、古着屋さんもしております、えー、また、えー、と気候変動の解決のために、えー、とアクティビストとして、えー、気候変動とあと政治へのアプローチを主に アクティビストとししてて活動をしています今日はサステナブルファッションということで、えー、古着屋での娘として育ったバックグラウンドもあるので、えー、服は長く着るもの、えー、服は大切にされるもの捨てられるものじゃないという観点を中心に皆さんとディスカッションできたらいいなと思っていまますす今日はよよろろししししくくおお願願いいいたします。 え最後に上勝町ゼロウェイストセンター CEO の大塚様お願いしますはいこんにちは上勝町ゼロウェイストセンターを運営しております株式会社ビッグアイカンパニーの大塚桃奈と申します今日はどうぞよろしくお願いします私はこのセンターの CEO E はエグゼクティブではなくてエンバイロメンタルということであの去年の春に上勝に移住をしておりましてこの街があの長年 取り組んできたゼロ・ウェイストの活動を街にいらっしゃる方であったり町外の方に向けて発信すると同時に、まあ、コミュニケーションをとりながら社会の中でその選択肢を増やしていく循環の選択肢を増やしていくっていうことをあのモチベーションに今活動をしています。 はい、どうぞよよろろししししくくおお願願いいまますす今、大塚さんからも少しお話があったんですけれども今日この会場になっている上勝町は2003年にゼロ・ウェイスト宣言をして非常に早いですよね、そこからずっとゴミを減らす活動を続けてきて、昨年 2020, 2020年にはリサイクル率が80%ということで、まあ、全国平均で見ても非常に高いリサイクル率を誇る町です。 で昨年、えー、2020年の5月30日ゴミゼロの日にこのゼロウェイストセンターができてこれどれぐらい伝わってるかわからないですけど非常に素敵な空間でしでて、ね、ここはホテルですとか、まあ、こういうカンファレンスができるような場所もあるんですけれども町民の方が実際にゴミを捨てに来る場所なんです。でここで45個にゴミを分別してでまた資源として使っていくと。 でそういうい今までゴミを捨てる場所ってこう街の見えない場所とかこうハズれに追いやられていたと思うんですけれどもここではそのゴミを捨てる場所が人が集まって新しいことを考える場所になっているということで非常に魅力的な場所から今日サステナブルファッションについて考えていけるということで非常に楽しみにしておりました。 簡単に私も自己紹介をさせていただくと,えっと私は高校生の頃にアパレルの販売員のアルバイトを始めましてでそのご縁で雑誌でモデルの仕事もさせてもらっていたんですけれどもどちらも販売員もモデルも服をこう売ったり宣伝したりこう買っていただくようなお仕事なんですよね。でその時にお客様にお伝えできることってまあ洋服のデザインのポイントだったり。 こういうふうにコーディネートできますよっていうことだったりそれから今年のトレンドだったりそういうことはお話しできるんですけどふと自分が売ってる服がどうやってできてるか全然知らないなと思ったんですよねで、そこからこういろいろ調べたり工場に足を運ぶようになってそうすると洋服が作られてる場所がすっごい面白かったんですよなんかこう糸を紡ぐところからいろんな工夫があったり 染色にもいろんな方法があったりなんかそういうことって店頭では全然知れないなと思ってそのものづくりの面白さを伝えたいなと思ったのが一つ。 でそれからこう生産過程を見ていくと冒頭の,あの三省庁の方のお話の中にもありましたけど非常に環境負荷が高いということですとか人権にあの問題があるということとかそれから動物への影響とか、まあ、いろんなことが分かってきてこの課題とそれから面白さっていうのをどちらも伝えたいなと思って10年ぐらい前からエシカルファッションとかサステナブルファッションという言葉を通していろいろと情報発信を続けてきました。でそれから 余談なんですけど徳島県出身でしてこの上勝町も小さい頃から非常によく来ていた場所なのでき、まあ、今日この場所でサステナブルファッションについてお話ができるというのは個人的に非常に嬉しいことです。というわけで皆様今日はよろししくお願いしま,すまず最初にそれぞれの方の活動紹介をしていただくんですけれども最初はメルカリの上村様から取り組みのご紹介をお願いいたします。はい では、スクリーンにスライドを映していただければと思います。えっと、メルカリからはですね、えっと、主にえっと、まあ、サービスについてと、まあ、我々とそのサスティナブルでどういう関係があるのか。まあ、それから昨年に行った、ちょっと調査結果なんかを皆さんとシェアをしながらですね、一緒に考えていければなと思っております。 で改めましてまあメルカリって何かというところで言うとあのフリマのアプリですとで個人が簡単に不用品を売買できる C2C のマーケットフレイスを運営していますで。これあまり知られてなかったりするので改めてお伝えすると実はメルカリの創業ストーリーっていうのがですね代表の山田慎太郎が世界をこう一周旅行しているときに。 やはりその目の,目の当たりにしたのがこう教育を受けられずにいる子どもだったりとか、まあ、生き方を制限されてしまう人,もが人々がいるっていうこのまあ現状についてまあ問題意識を持ってですね、まあ、これがどうしたら解決できるのかというところがまあ原点になっています。まあ、日本に帰国した時には当時はガラケーからスマホに移り変わっていて。 このスマホを通して世界中の個人と個人がつながってこの資源が流通させることができればもっともっと豊かな暮らしができるんじゃないかそんな思いで創業したのがメルカリでございます。で我々ミッションとしては新たな価値を生み出す世界的なマーケットプレイスを作るということであの日本に閉じずにですね早い段階からあの海外 US にもチャレンジをしているというところが背景にあります。 このようにですね世界中でこう誰かの不要品自分にとって不要なものも捨てられるんじゃなくて必要としている誰かのところに届くような世界を作っていくっていうのが、まあ、今言われているサーキュラーエコノミーの実現にも近いのかなというところでまさにこういう世界を作るべくですね今取り組んでいるというところですで。取り組みの紹介を少しさせていただくとちょうど昨年グリーンフライデープロジェクトというのがスタートしました。 スクリーンに映しているのがですね実際にメルカリを使ってくださっているお客様がランウェイを歩いていてる様子になりますでこれはですねなんか皆さんもご経験あると思うんですけれどもなんかこう思わず買ってそのまま着てないものとか、まあ、一度霧でたんすにね、ま、眠っているようなものだけど少しこう世の中の流行とは遅れているので合わせづらいみたいなものを新しいものとその人の愛着があるものを掛け合わせて。 プロのスタイリストさんにコーディネートをしてもらって、えーまあ、ニュービンテージみたいな考え方ですかねで、えー、とファッションショーをやりました当時あのブ,、えー、とブラックフライデーというのが、まあ、大量消費生産っていう、まあ、ある種こうカルチャーみたいなものがありましたけれども我々はこうメルカリらしい、えー、ブラックフライデーというか、まあ、グリーンフライデーというのを提案しています でまたあの今年にはですねアースデーの4月のタイミングで先ほどあの所長様のえアンケートにもありましたけれども特にこう Z 世代と呼ばれる方々って意識としてはとても高いあのサスティナブルとかエシカルのワード自体は知っているもののまあどうしていいかわからないっていうところがありますとと我々としてはですね渋谷ラボさんと。 まあ何か一緒にできないかということで、えー、まあこういうふうにこうワークショップという形で一緒にに何ができるかをを考えてていいいく場みたいなところにもチャレンジをしています本当に映っている方々からですね「メルカリはこうしたらいいんじゃないか」とか「109さん109ラボさんはこういう取り組みをしたらもっとサスティナブルにファッションを楽しめるんじゃないか」っていう、まあ、こういうお客様一人一人の声を聞くっていうこともあのとても大事にしております。 でここで少し調査の内容をです、ね、シェアしたいと思うんですけれども、まあ、今のような取り組みをするにあたって我々も昨,昨年購入したものとその後ほとんど使わなくなったものに関しての調査をさせていただいていますこちらは貯金、ね、1年間に購入したもののうちその後ほとんど使わなくなったものってどれぐらいありますかというと、まあ、大体半分ぐらいの方があるよとお答え,お答えいただいています。 その中でもカテゴリーとしては洋服が約6割その下こうコスメとかバッグとか含めても、まあ、複数回答ですけれども非常に多くのカテゴリーを占めているのがこのジャンルかなというふうに思います。 でさらにですねその購入してその後使わなくなったものの購入したシーンを振り返ってもらってその時って衝動,買い衝動買いだったと思いますかっていう質問に対しては約まあ54%の方々がまあそう思うというふうに答えています。これはあので皆さんももしかしたらあのご経験あ,ってあるんじゃないかなとと思いいますあの私もそうっったたことがあったなと思います。 理由としては、まあ、気に入っていたというのはもちろんそうなんですけれども、まあ、セールで値引きされていたので、まあ、普段よりお得感が得られるというところがやっぱりそのきっかけになっていたというふうに言われています。で実際にこういったものに費やした直近1年間の平均購入額というのが出ていまして1人当たり2万円ほど思わず購入していると。 なんでこの購買行動自体が悪いのではなくて、まあ、それによってえっと眠っているものたちっていうのが1人これぐらいあるんだよっていうことをあの示す調査結果かなと思いますでさらにそれに対してこう修理とかリメイクとかマップサイクルリペアとか言われますけれども再利用したいと思いますかに関しては、まあ、結構多くの方がそうしたいって思ってるんですよねなんですけどやっぱり何らかの理由があってそこに行動ができないっていう現状もあると。 まとめるとやっぱりこう5割ぐらいの方々がそういったあの購入した後使わなくなったものを持っていてそのカテゴリーはやはり洋服が多いとでそのものの購入の5割は衝動買いっていうものに起因しているがあの何らか自分としては再利用したいっていうふうに考えているっていう状況があります。これ何が言えるかっていうとうやっぱりそのまずものを どう選んでいくかとかと自分に似合うものとか好きなものって何かっていうことももちろんそうですし、まあ、なるべくその買うときに先ほどのそのバックボーンとかストーリーをしっかりこう、えー、自分なりに把握して購入するみたいなこともそうかなと。あとは やっぱりその年に1回しか使わないものであってもそれがまあそのストーリーと一緒にとても思い出深いものになればそれ自体は悪いものじゃないと思いますのでまあ長く使ってもらうために時にはまあメルカリ自体を使うってことも実はサスティナブルなアクションの一つであるってことを是非今日お伝えできればなと思っています。最後にですね あの今年また「グリーンフライデープロジェクト」というのを、えー、開催しましてちょうどあの先日終わったんですが今年はですねお客様が参加型のファッション,、えー、ション実店舗を表参道に期間限定でオープンしましたこれ、えー、アプリ上でですねお客様に「サステナストア」ってハッシュタグをつけて出品をしていただいて。 約5万点の先ほどの眠っているものアイテムたちが集まってでそれをそのキュレーターと呼ばれる方々がインフルエンサーさんがチョイスしてあのリアルな店舗にこう置いて。 実際のお客様が足を込んで購入するっていうなんでこうバーチャルを超えてリアルでも循環していくっていうのがまた新しい取り組みだったかなと思いますのであのぜひこうできるアクションとしては、えー、まさにこういうふうに考えたりとかディスカッションする機会をお友達とか友人と取っていただくのもそうですし、えー、もし機会があれば、まあ、メール会を使っていただくのも一つ立派なアクションなのかなというふうに思っていまますす、はいえー、私からは以上になりますありあがとうございます。 この調査、ものすごい面白いですね。え、さっきの資料の、はい、えっと、ほとんど使ってないもので、六割洋服っていう。グラフのところ、はい、もう一度見てもいいですか。ちすいません。やっぱり洋服が一番多いの、結構悲しいですね、えー。洋服、家電製品、靴、まあ、靴もファッションアイテムと思うと。本、バッグ、カバン、あ、コスメ、アパレル小物。 あらだからファッション雑貨が非常に多いんですよねそのうちの半数が、まあ、衝動買いということなので、まあ、衝動的に買ってしまいやすいというか、うん、こうエモーショナルな買い物をするのがファッションであるということを考えると、まあ、ある種納得感があるのかもしれないけれどもうん、うん、なんか改善する余地が。 ありそそううな気はしますねそうですねねできっとその衝動買いにもいろんなコンテキストというか文脈があると思うんですけれどもやっぱりその中でもどうしてもそのマーケティング的にというかあこう年に一回のセールみたいなタイミングで購入している方々って、ね、やっぱり多いのかなと思うのであ<ー>まあそういう事実をちょっと頭の片隅に入れておくだけでも結構物選びっってて変わってくるんじゃなないいかなとは思いますこの次のページでしたかねそのお得感っていうのが。 次次の次でしたかね衝動買いをした理由でやっぱりセールをされていたという理由で買っている方が多いというのが今のまさに上村さんのお話だと思うんですけどこのお得感が1つ買う後押しになるというのは非常に気持ちは分かるんですけれども結果的にそれで、ね、その2万円あの結果的に使ってしまっているというのはちょっと考えてみてもいいのかなと思いました。 そうですね、うん、あとちょっと補足をするとこれやはりそのセールをしなければならないこう背景もあるかなと思っていて、うん、そこに対してじゃあこう事業、まあ、我々として何ができるかっていうとやっぱりこの二次流通のマーケットとしてそこで流通しているものの、まあ、データというかこういう情報をしっかりこうブランドさんとかメーカーさんにえと渡していくようなことができるとそれこそ まあ、あの必要なものを必要なだけ生産するとかあこのサイズだと実はメルカリで一番 M サイズが人気あるんだみたいなことが分かってくるともしかすると過剰な生産に関しても何らかこう我々から貢献することができるのかなというふうに思っていますあ,ありがとうございます、はい、ちょっとこのままずっと深掘りしてしまいそうなんですが続いて、はい、ありがとうございました,ました小一の山本様にも、えー、活動報告をいただきたいと思います。 一、えー、の山本です、えっと、私の小一という会社なんですけども、まあ、在庫処分という結構珍しいところに法人さんの在庫処分というところに集中してやっている会社です。でえっとですね、まあ、ミッションとしましては廃棄、まあ、ゼロを実現して、まあ、サステナブルな世界の実現に貢献しますということで日々あの法人さんの在庫を取り扱わせていただいております。 でです、ね、あの、まあ、在庫はなくなるだろうかということで毎回僕らあの在庫処分会社ということでずっと考えてるんですけども、まあ、あの基本的に僕たちはやっぱり在庫がなくならなくらいと思って取り組んでますで、まあサスティナブルな今回ファッションということで今回呼んでいただきましたけどもやっぱりそのここに僕記載してますけどもやっぱりその服はやっぱり工業製品なんで、まあ、お客さんが欲しいシーズンに欲しい時に。 いいクオリティの商品を安く販売するためにはやっぱり見込み生産しかないっていうのがまあ私が取引している商社さんやブランドさんやメーカーさんたちのやっぱり共通見解なんですね。だけどあのメーカーさんやブランドさんがその廃棄を喜んでやってるかというと一切やってないです誰も廃棄を喜んでないです。ななぜかとというと、まあ、みんな服が好きでメーカーカやっている 服が好きでブランドやってるから誰も一切廃棄に対しては反対なんですよ上から社長、まあえっと、下の販売員から上の社長まで全員反対なんですねじゃあ何で廃棄するんだっていう話なんですけども結局、えー、あの安全な処分方法はないんですね売れ残ったそれ安く売るなんで安く売るんだ1万円で買ったお客さんが1000円で買う,1000円で買うことはいいのかどうかよくないですよね であのじゃあそれをじゃあどこかに販売しようそれが出回ったらどうするんだ、まあ、いろんな問題があってじゃあ廃棄しかないですよねっていうところが今までの流れなんです、えっと、現場のアパレル会社の人たちはちょっと、まあ、悲しいけどもほかにほかにほか方法がないから廃棄しているっていうのが今までの流れしかし、まあ、このこの最近は,このあの最近はその流れが変わりまして、まあ、SDGs ということもあり アップル様は本来廃棄したくないサステナブルを実現したいしかしブランド既存を防ぐため仕方なく廃棄してるっていうのは現状これも僕も仕方がないなと思ったんです僕がじゅ、えっと、19歳の時に起業した時自分でメーカーに営業してして,してもあ売ってあげるよ在庫っていうところもいればいややっぱりちょっとどこかにあの自,分自分たちが決めた販路以外は売れないんだごめんなさいっていうところも多かったんですね。 しかしこれが最近この SDGs の流れでめちゃめちゃ変わってきました。えー、っと、えー、っとですね、まあちょっと話が戻りますけど、えっと、私、日本一行って言いましたけど、えっと、23年やってまして、まあ、取引先に2000社、今多分3000ぐらい行きました。で、年間1100万枚って書いてますけど、年間1500万枚ぐらい今やらせてもらってますんで、多分、専業としては日本一です。なんであので、私の言うこと結構信用していただいて大丈夫です。 すませんでですね取引先は言えないんですけどもまあ上場会社のまあ5割か6割以上は私取引させていただいてますんでだいあの嘘はついてないですでまあいろんなテレビとかも出してもらってるっていう会社ですでですねあのちょっとまあ在庫処分業の話は話す長くなるんですけどもえっとまあここですね要はその先ほど あの話のあ時代の流れが変わってきたって言いましたけども、まあ、皆さんあの本当は捨ててなくなかったけど捨てていただけどしょうがなかったんですけど、まあ、その今回 SDGs っていう今回 SDGs っていう、まあ、そのもっとあの環境大切にしようという中であの、まあ、いろんな報道もあった通り、あり捨てることの方がリスクだってなってきたんですね企業として。 今まではブランド既存を防ぐためにしょうがなく廃棄してたしかし捨てることの方が既存になるっていう結構まあこの誰も及わなかったこのなんか状態になりましてさあどうするかとなったわけですその時にやっぱりその、まあ、これ僕在庫処分会社として4大要素って言うんですけど安全で早くて高く買ってくれて何枚でも引き取ってくれる業者 といううころにに商品が集まるようになったんですでそれがまああの偶然弊社だったということで、まああのえー、と弊社が今多分一番在庫処分そういうブランド既存の不調品も含めて受けてるという感じですで消費者じゃ何で安全なのって話なんですけどここはもうあのサクサクっていきますえー、っとですね、まあ、ここはちょっとトレンドの話なんですけど あそうで,すであの数字的な話で言うとまあもともとブランド既存が怖いから廃棄していたっていうところで、えっと、でもやっぱり SDGs の流れで環境にも貢献したい社内でも廃棄はやめようっていう会社が非常に増えてまして、えっと、今までずっと5年も10年も20年も廃棄してた会社で正直に依頼したケースっていうのは。 この直近2年間で30件ぐらいありますこれも皆さん知っているところもあるし100億以上の企業も半分ぐらいあるんででかい会社であればあるほどやっぱり捨ててたっすよねこれ言ってたのも怒られるんですけどでも今はもう皆さん捨て,て,捨てなくなってますどんどん新しい方法を見つけてますでちなみにですね私がそういうメーカーさんの担当とかに「じゃ捨てなくなったら捨てなくなったんだったらそれみんなに言ったらいいじゃないですか」って言ったら皆さんなんとですね <laughs> あのそうしたら今まで捨ててたってことですよねっていうツッコミが嫌やから <laughs> 言いたくないって言うんですよね、まあ、確かにそうやなと <laughs> 分からんでもないとで、まあ、そういうわけで皆さんあのいいことをしてるのにどんどんか社会問題改善していってるのに、まあ、外に見えてこないっていうのは、まあ、そういうことだっていうことですね担当者ベースで言うとで、まあ、あとはまあじゃあ省一としてはどういうことをしてるかというとまああのえっ、ー、と 安全に集中した提案ということでやってます。でですね、えーとまあ、海外でよく販売してるんです海外で販売してるんですけども要はこれ、えー、っと処分手法ですねブランド棄損相関図で書いてますけど一番右がブランド棄損しない安全安全エリア白いところエリアです。で廃棄、まあ、が一番安全ですよねだってこの世の中がなくなるんやから、まあ、一番安全ということで棄損しない。 まあ皆さん、やっぱりあのお給料もらってるサラリーマンなんで、君、責任取れるんかと言われると、いやいや、責任取れないんで廃棄しましょうっていうようなまあ悲しい現実が行われたんですけども、会社として廃棄しないってことが決まった以上、じゃその廃棄しない中で、一番安全なのは何なのっていうことで、今、小一が提供しているのは、この丸入ってというところですね、ちょっと小さいんですけど、海外ですみません、メルカリの人が横にいるんですけど、オンラインを使わず。 でタグを交換して販売するということでやってまして、まあ、ここまでしたら、まあ、ブランド基礎はゼロに近いだろうということでやってますすいません <laughs> でまあいろいろあるんですけども反問したり、まあ、こうやって中あの海外で自社,店自社店舗で展開して販売したりインターネットを使わず、まあ、店舗のみで販売したりしてるんですけども、まあ、例えばそのロゴとかねあの入ってる商品は仕分けしてあのフェルトにしたりとかしてますあのサクサクやってまして あのまあ、こういうことであの何ですかねあの環境に配慮したやり方ということであの今あの何ですかねあの弊社を選んでくれているところが多いという状況ですここからちょっとまだ長いんで以上で大丈夫です山本さんありがとうございますあの初めて聞く人もいると思うので仕組みがもしかしたらまだ理解できないかもしれないんですけどえっ、ー、とアパレル企業さんが 服を売るたために作りましたでどうしても余ってしまう在庫品を庄一、えー、さんが買い取ります。で買い取ったものを、えー、タグを付け替えて海外の店舗で売ったりあるいは、まあ、ブランドが分かってしまうものは糸にしたりして、えー、まあこう在庫になってたものを別の方向でまた使える道筋を見つけていくっていうのがビジネス。 完璧です。完璧ですということなんですけれどもこれって今その、えー、っと今までは捨ててしまうブランド毀損しないために 廃棄してしまっていたところから、まあ、それこそが最もリスクになるので捨てない方向になったっていう転換非常に面白いなと思ったんですけれどもここからさらに進んでいくと今日冒頭の参照庁の皆様のお話にもありましたけどやっぱ適量生産でできるだけそもそも余らないようにしていくっていうのは一つ流れとしてあるのかなと思うんですがなんかそういった変化は感じたりしますか、えっと、今はその皆さんもごごご存じの通りアアパレル業界っすすいいシビアですごいこうお金を まあ儲けるためにシビアなその戦いをして,るしてるんですね。で皆さん僕はすごく在庫買いに行ったら大体何パー残ってるんですかって言ったらもう少ないところだったら今まで全生産以上の2パーって言うんですよね。すごいないですか98パー売ってるんですよね。98パー売ってるけどもじゃあ生産数でいうとやっぱり年間でいうと大きい会社だったら500万枚してるじゃあ500万枚してるっていうことは2パーやったら10万枚ですよね。うん、10万枚っってなったら まあ何千トンってな何百トンかなになるんですけどもやっぱり元がやっぱり大きいとそういう形になるってことですねだからかなり皆さんはやっぱりその残品を残さないっていう努力はされてるんですけどもまあ実際2パーと家でも結構な数量が残るんで、まあ、それを我々は引き受けてるという状況です。うん ありがとうございますそうですよねだから全体の中で言うと非常に少ない割合なんだけれどもその数が結構膨大なのでどうしても出てしまうところはどうにか活かせる道を見つけていこうというところなんですよねはい、ありがとうございますじゃあ続いてえー、っとりさんから、えー、活動の紹介をお願いいたしますはい私は今日はですねスライドを使いませんちょっと 中で使うかもしししれないいいけどあの基本的にはお話ししたいと思います、えー、最初冒頭にお話しした通り、ありファッションの、まあ、お仕事をしてサステナブルに対しての取り組みもしてるんですけど何でしてるかっていうとやっぱり私はあの気候変動の解決気候危機の回避パリ協定に整合した1 5の目標を守るために、えー、特に このまあファッション産業が今汚染産業第2位と世界で言われているようにあのファッションから変えられる世界というのはすごく大きいものだなと思ってあの私の,その気候変動の活動の中でもこのファッションの取り組みっていうのはすごくまあ私自身がファッションの人間だっていうのもあるんですけどあの大きいいいなという,ふうに思ってて活動をしていますで私あのいろんなことをやりすぎてあのちょっと何をやってる人なのかちょっと最近よく分かんなくなってきたのでちょっと簡単にご説明 しますデプトカンパニーという会社をやりながら、えー、とお洋服を基本的には受注生産で、えー、自分の欲しいものを必要な分、えー、皆さんと,、えー、と受注をいただいてその分を作る在庫を持たないという、えー、生産方法をとっていまあのー。 まあ素材だったりとかもなるべく地球環境に負担をかけないようにこれからどういうふうに作っていったらいいのかっていうのを皆さんとシェアしながらえ生産をしていますまたあの父から継いだあの古着屋はですねえなるべくリペアをしてきれいな状態で皆様にご提供できるようにえまあ,あのいわゆるアップサイクルだったりとかリメイクとかも踏まえながらえと古着屋さんを古着屋さんを 今年の4月にですね、えー、気候変動の「えー、Peaceful Climate Strike」というプロジェクトを立ち上げまして、えーまあ、例えば温室、えー、効果ガス、えー、NDC 目標62%以上を求めるとか、えー、とそういったことを求めて、えーとまあ、ここにいるありさちゃんとかも、えー、一緒に気候変動の基礎から学べるような、えー、番組を制作したり。 えー、気候アクティビストの小野リリアンちゃんと一緒に4日半のハンガーストライキを行ったりとか、えー、もしていますまたあの政治もすごく大きなトピックだと思っているので、えー、ファッションや気候変動 をまあ変えてていくにあたっても政治が変わらなければいけないというふうに思っているのでえ投票率の向上だったりとかですねえと議員さんと気候変動のお話をするトークライブを行ったりとかえ未来を選ぶためのチェックリストといってえと国政政党にえー政策に対しての質問状を送ってですねえ丸伐でお答えいただいてえそれを公開するというプロジェクトを立ち上げて 今回その衆院選でやったんですけどあのウェブサイトも100万ビュー以上を、えー、と皆さんがあの見ていただいたというあのこう自分たちが思っているよりも大きなプロジェクトになったんですがそういったこともしていますファッションに関しては最近はオネストクローゼットというプロジェクトを ここにいるアリサちちゃんと二人で立ち上げましたまだあの立ち上げたばっかりなのであのこれからいろんなことをやっていこうと思うんですがこれからの,あのファッションの在り方買う側も企業も、えー、とどうやってファッションに向き合っていったらいいのかということをあの普段の言葉で語って学べるようなプロジェクトを立ち上げました。で今日はですね私がお洋服を 作るにあたって大事にしていることをお話ししたいと思います。えっ、ー、と2つあの言葉として挙げられるかなと思うんですが、まあ、1つはえっ、ー、と物理的な耐久性で、これはあのもう。これから皆さんが多分物を作っていくにあたってすごく重要な。私だけじゃなくて、あの重要なことであの長く使えるとか。あのまあ、丈夫であるとか。 あのすぐ壊れちゃわないお洋服だったりとかあのまあ持続可能で、えー、と着用できるお洋服を作っていくっていうのは、まあ、もちろんベースにあると思うんですけど2つ目があの情緒的な耐久性って私はあの最近言ってるんですけども情緒的な耐久性ってなんかちょっと聞き慣れないなというふうに <laughs> 思われるかもしれないんですけど実は私これすごく重要だと思っていてあのそのものに対してどれだけ 情情緒的なその感情を持てるかどうかでそのもののも寿命が決ままると思ってますあのさっきねメルカリさんの資料にもあったようにこう衝動的に買ってしまった時って結構こう情緒的な欠落が起こりやすいというかあのもう本当に大好きもうこれは私のものにしたいっていう気持ちが強ければ強いほど多分そのものって私長生きするなっていうふうに思っていてあの古着屋さんの娘なので。 あの本当に30年前40年前50年前60年前の服を当たり前に着てきたのでなんかその気持ちってなんかやっぱりそのものがすごく大事だなとかかわいいなとか。あの あの人から受け継いだものだからっていうその気持ちがそこに物に備わっているからその子たちは長生きするって思ってるんですねで今の,あの今日あの皆さんがご説明してくださったようなその社会システムの中で物への,その気持ちの,その、まあ、買う側持つ側がそのなかなかその物に気持ちを宿せないっていうことがあるのかなというふうに思って、えー、弊社ではですね 私あのデザインしてるんですけどもこんなものが欲しいなとかあこういう素材があるんだこれを使って何か作りたいなっていう出発点からこんなものができましたっていうあのものが出来上がるまで、えっと、全て皆さんとシェアしてます。ここででようやくあのスライドをつけてもいいですか <laughs> あの 普段私が SNS でどうういいったことをシェアしているかっていうあの本当に一例なんですけども、まあ、もちろんこういうふうに着用したりとかあのものの写真を撮ったりとかあの本当に原料の段階からあのご説明したりあのまあこれは歴史ですけどあのお洋服がどういうふうにあのめでられていたかどういうふうに作られていたか。 だったりとかもう本当にこういうタグもあのどういった繊維から作ってるんだよっていうあの自分たちが作っているものの背景をあの作ってる段階からあの皆さんとシェアをしていますでうちは予約を、えっと、受けているのであの予約って大体こういうものを作りました。あの じゃあ今日から予約取りますどうぞ」っていうふうな形が多いかもしれないんですけどえと私の場合はですねあの作る段階からえとお見せして「やっとできたよあの受注始まります」なのでその時点で結構皆さんあの買ってくださる方のこう気持ちがこう入っているというかものにそれであの必要な方があの受注してくださったらいいなというふうにえとものを作っています。 こんな感じであの素材だったりとか着た時の気持ちだったりとかいろんなあのことをこうシェアをしています。あこういうふうな包装プラスチックを使いたくないからビニールを使いたくないからこういうふうにしたんだよとかあのこういうふうな包装にしたんだよっていうあの製品自体のま,まつわることをすべ、まあ、てですねあのお話をしています。ありがとうございいますすライト大丈夫ですはいでえーと そう,ですね、うーん、まあ、皆さんがやっぱりこれからあのファッションというものに向き合っていく時に育てていかなければならないっていうものが、まあ、経済的な成長ももちろんあの大事にされるとこだと思うんですが私はそう思っていなくてですねあの、まあ、気候変動のこともそうなんですけどいろんなことが こうレイヤーになって今の問題があの私は起こっていると思っているのであのこうみんなが公平な公正な社会の中で生きていくためには。 あのまあ、例えばファッションだったら今みたいにそのやっぱり気持ちが介在していないといけないなという,ふうに思っていてあの経済を中心にするのではなくあの、まあ、ものづくりの立場から、えー、ものを作っている人たちのサプライチェーンがやはりその気持ちを中心にきちんとあのものを作っていくというところにもあのを重視していきたいなというふうに私自身は思っていますちちょっっと長くなゃいます。 エリさんの SNS を見ていると本当に日々こう企画の着想段階からずっと全部公開してるんです普通商品を出す時ってずっと隠して作ってきて「<laughs> はい新商品です」って出すと思うんですけど、えー、とこういうものがあったらいいよねっていうところからこうずっとシェアし続けてなのでそれを見ているフォロワーさんはそのエリさんの思考回路をずっとたどってるんですよね。で製品ができたたとににようやく形になっっんだと思って で、まあ、その感情も含めてて購入するっていうで先ほどあの小1の山本さんのお話の中でそのブランド価値って一体何なのかみたいなお話もあったと思うんですけど今までこうラグジュアリーなものってやっぱり希少価値なかなか買えないものを高いお金を出して買えるってことが贅沢で喜びだったかもしれないんですけどもしその価値を守るために、えー、余ってしまったものを捨てているのだとしたらそれはもう全くかっこいいことじゃないっていう価値観の時代になったわけですよね。 でそういう時に何でうい贅沢さを提供できるのかって思うともしかしたらエリさんみたいなやり,やり方なのかもしれなくて自分が買うものに愛着を抱けるなんかきっかけをいっぱい提供してくれるっていう。 じゃゃないと飽きちゃうわけですよねさっきの冒頭のお話にあったように買ったんだけどなんか気持ちが長続きしなくてうん、うん、ずっと満たされないみたいなことになってしまうので、うん、そのものと自分がすごく親密な関係を築けるきっかけを提供してくれてるっていうのはこれからのその贅沢な新しい形なのかもしれないなっていつもエリさんの発信を見てて思いますでは最後に大塚さんからお願いします。 はいえー、と私からは上勝町の、えー、18年以上にわたるゼロ・ウェイストの活動からあのど,どのような服の手放し方であったりサステナブルファッションの向き合い方を私たち生活者があのできるのかあるいはそこからあの行政であったり企業がどういうふうに関わっていけるのかっていうお話をしたいと思います。 ねえー、と先ほど、有沙ささんからもあのお話があったんですけれども上勝町は日本で初めてゼロウェイストを宣言したあの自治体でして、まあ、その背景には野焼きと焼却炉の閉鎖があって、まあ、それを機にあのゼロウェイスト、まあ、つまり住民が生活レベルでなるべくゴミであったり無駄浪費を減らしていこうという活動をしました。まあ、一方で去年あのその宣言をあの のの目標の年を迎える中であのどうしてもまだ埋め立てごみであったり焼却ごみに残っているあのプロダクトがありますでそれって例えばあのファッションの雑貨も多くて塩化ビニール使ったプロダクトで再生できなかったりとかあとは靴複合的な素材のプロダクトであったり、まあ、そういったものはいくら生活者の が分別しようと思っても作る段階から変わっていかなきゃいけないよねということでこのゼロウェイストセンターが新しく去年オープンしてますで、はい、えっ、ー、と去年の12月にはですね町でも新しいゼロウェイスト宣言が実は発表されていますでその宣言の中では2030年までに、えー、未来の子どもたちの暮らす環境を自分のこととして考え 行動できる人づくりを重点目標にして、えー、と3つの柱、えー、と1つ目は、えー、ゼロウェイストにによって街の人が豊かに暮らせる2つ目が、えー、産官学連携をしてあのなるべくゴミになるものをゼロにしようで3つ目が環境教育ということで、まあ、ゼロウェイストであったり環境問題につ,あのついて学べる仕組みを作って新しい時代のリーダーを街この町から排出していこうというあ3つの三つの あの柱をあの中心にこれ今まさに町でタウン計画があの形成されていて来年度以降から実行にに移っってていくといいくうフェーズに入っていますで、まあ、この取り組みが行われる中でこのセンターもあのゼロ・ウェイストの入り口であったり現体験あるいは交流の場を提供していくんですけれども、まあ、こういった宣言を踏まえると、まあ、上勝におけるゼロ・ウェイストあ サスティナブルファッションっていうのは、まあ、あの衣類が焼却埋め立てされないあのされずに資源循環があの選択の一部としてあるっていうことに加えてその選択の過程であったりとかものをチョイスする選択なんですけどあ,のあるいは服を楽しむ過程の中でああのそういったあらゆる面で負担がないっていうことがあの。 条件と際に、えーまあ、そんな中でカツ、まあ、がゼロ・ウェイストを取り組んでいく中であの、まあ、このセンターで日々町の人が、えー、ゴミであったり資源を回収しているわけなんですけれどもカツの衣服の行き先としては、えー、3つあります。1つはこの表 には書いいてないんですがクルクルショップという町のリユースショップがありましてまだ使える衣服っていうのはそちらに持ってきて、えー、持ち込みは町民だけ持ち帰りは誰でも自由にできるということで、まあ、自治体の,その処理のこ ストも減らすことができると同時に、まあ、無駄なあのエネルギーとかも生まずに新しい持ち主が見つかっていくという流れですねでその他の二つのパターンとしてはこの表にあの町の資源とゴミの行方ということで丸のついた部分なんですけれども、えー、と衣類とその他の衣類の二つに、えー、と回収されていて、えー、衣類で 衣類として回収されるものまだ綺麗な洋服っていうのはウエスであったりとか中古衣料は主に海外に行っていると言われていますでその他の衣類っていうのは固形燃料として、まあ、あの日本ではサーマルリサイクルと言われているんですけれども燃料利用として使われているっていうことがありますで、えーとまあ、こういった資源がえっ、ー、と 町の,あの売却益や処理費用に、えー、関わってきているんですけれども、えー、これ、えー、令和元年度の表なんですが、えー、左側はこの上勝町を細かく分けることによって、えー、再生しやすい資源は町の収入益としてあのお金が入ってきているということで主に、えー、金属とあと、えー、紙と。 あと布も入っていますで、えーとまあ、この元年ではですね1キロあたり、まあ、3円であの取引引の買い取られていたんですけれども、まあ、今年はですね実は0円で。 かいあの取引が行われています、まあ、つまりここから言えることとしてはあの、まあ、服の,あの素材としての価値がないということが一、まあ、つ言えるんじゃないかなと思います。で一方でその,その他の衣類は固形燃料になっているって言ったんですがその燃料にするためにはあのコスト町が負担してあの1キロあたり、えー、およそ60円ですねあの負担をかけて。 回収されていいるととうことがわかります、まあ、すごくリアルであのなかなかこういう部分を住民,のところ住民に提示している町は少ないんじゃないかなと思うんですが、まあ、一つこの町のゼロ・ウェイストはその日々の,あの選択肢とかその選択した先の透明性をあのもたらすきっかけになっていると思います。でまあ、こういったまあ上勝町の服をを取り巻くあの現状を見 あの改めて振り返ってみるとあのこの、まあ、ウエスになっていたりとかあるいは、えー、サーマルリサイクルになっているっていうことはあの、まあ、ワンウェイのリサイクルになってしまっていたりとか、まあ、ダウンサイクルといって、まあ、そもそも,もその服が持っていた価値が、えー、下がっているとも言えるんじゃないかなと思っています。 しあの実際にそれをもしあの細かく分けて再生のマテリアルにしたいまたあの循環もっと価値のある循環にしたいってなった時に、えー、消費者ないし自治体がコストを負担しないとその循環の選択肢が選べないっていうのが現状だと言えます。 ね、そういった現状はまあ同時に課題でもあるんじゃないかなと思っていて、まあ、こういった課題を乗り越えていくことで、まあ、サステナブルファッションの選択肢が社会の中でも広がっていくんじゃないかなと考えました。であのこの これを踏まえるとですね。あの未来のファッションの在り方として、あの求められる変化を下にまとめてみたんです。けれども、まず1点目が衣服を作る段階からきちんと出口が確保されていることが必要だと思います。まあ、つまり、素材の行き先がきちんとあの存在してこそ、服が作られるんじゃないかなと思います。 で2点目が、えー、行政とか企業はその生活者が資源回収に参加しやすい制度設計をきちんと整えると同時に、まあ、その変化に対して生活者自,自身もあのそれに許容できるようにあの変化していくっていうことで、まあ、今のこの「カ活の取り組み を見ると、まあ、廃棄の責任がとっても生活者にのしかかっているとも言えるんじゃないかなと思っていて、まあ、そこの部分あのどうやったらあの変えていけるのかなと思います。で最後にですね、はい、じゃあ Y が考えるサステナブルファッションどんなことかなっていうのをこのグラフにあのインターンセンと一緒にまとめてみました。でえー、とこの真ん中はループにあの 円になっているんですけれども、えー、青い部分が資源から製造ということで、まあ、生産の部分ですねで、えー、と緑の部分が一般的に言う商品もの、まあ、を使う時のことで、えー、オレンジの部分がそれを手放した時の,あのフェーズです。でまず、えー、とそのものを作る段階では、えー、まあ再資源であったり再生が可能な素材をあの メーカーさんが利用するっていうことと、まあ、その回収先が整備された素材の利用を社会の中で促進するようなあの設計を制度設計をしていくっていうことが一つそれが当たり社会の中で当たり前になっていくには必要かなと思います。 で2点目が生活者が服を選ぶ基準となるような,あの共,通な共通の指針が販売時に提示されることで、まあ、先ほど経,経産省の方もあのそういう指標のガイドラインの話をしていましたけれどもやはりそこがクリアになってあの服を選びもしやすくなるんじゃないかなと思います。で3つ目あの物を使う段階で、まあ、あの先日あの アリサさんからもファッションの民主化が今進んでいるっていうお話があったんですけれども、まあ、今エリさんも気持ちが大切っていうお話をする中で、まあ、私たち一人一人が個人レベルでその循環が体験できるようになるにはあのパーソナルファブリケーションとかその作る段階に個人が関与できたりとかそれを分解する段階で関与できるような場を。 あの作ることによってもっとあのそういう循環というのが身近に感じられるんじゃないかなって思っています。で最後にあの本当に不要になって手放したいってなった時にはきちんとそれが価値のある資源として回収されるというあの流れを作っていかないと。あの せっかく再生できる可能性があってもあのそれはコストがかかるから捨てられるっていう中でじゃあ最初からそのものを作る段階から循環のコストも上乗せしてあの販売してそれをそのコストが上がったのも生活者が許容できるようにしていかないとあの変わっていけない。でまあ、こういうい このサスナブルファッションをまとめる中で、まあ、今までって企業が定めたり社会が定めたものでの中から生活者は選んでいたけれども、まあ、私たち一人一人があの意識をする中で自分の心地よさを見つけていって、まあ、全体としてま底上げというかあの変わっていく流れを生み出すことができれば、まあ、とってもポジティブなものに変わっていくんじゃないかなと思っています。 重要な提案をありがとうございますあの今皆さんのお話を聞いてて思ったのはこのファッション産業がサステナブルになるためには、まあ、一つよく言われるのは生活者の意識変革が重要であると。 えー、一人一人が自分のものの買い方とか手放し方を考えることが重要であるそれは間違いないと思うんですけどでもやっぱりシステムを変えないともうなんかその一人一人の意識だけではどうしようもないっていうことがたくさんあるなっていうのを改めて今日感じましてでその中の一つ重要なポイントでやっぱ手放す時のなんかいい仕組みがないと今 あの例えば最近もガーナに、えー、っとファーストファッションの衣服がどん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 こう海外から送り込まれてすんごいゴミの山みたいになっていてそのいろんな有毒なガスが出てしまったりして現地の方に被害が出ているっていうニュースも BBC とかに出てましたけどなんかその手放した後どこにどう行ってどんな害が出てるのかっていうのも。 まあなかなか見えてなかったのが見えてきたところでなんかその部分を一人一人の生活者がどうにかしたいって思い始めてると思うんですけど仕組みがまだないと。で今大塚さんがいくつかいろいろ提案をしてくれてましたけど一個こう手放したり循環する仕組みとして革命だったのはメルカリさんの仕組みだと思うんですよねなんかその個人間で欲しいと思う人に受け渡せるっていう仕組みを作った。 でそれがだいぶ普及してきてると思うんですけどもっとこのあの個人間の受け渡しが進んだりとかものが廃棄されるまでの時間を延ばしたりあるいは何かこう廃棄することになってもこう良い循環の仕組みを作れたりっていうところでメルカリさんがこものをこう動きをずっと見てる中でなんかもっとこういうことが必要なんじゃないかと思ってることってあったりしますか そうですねいや本当に先ほどのシステムが必要だよねって話とあの今日皆さんのやってるのをすごいメモさせていただいたんですけどまさに翔一さん山本さんとさっき控え控室でお話している中で我々ってあのまずこう出品してもらうっていうところがまず1つ目のこうハードルではあるもののじゃあそこからそのすぐに売れるものもあればやっぱりそのなかなか。あの 売れるまでに時間がかかるようなものがありますと。とやっぱりこうすぐに手放したい。人から取ると、それってマッチングしないとやっぱり破棄されてしまうもので、ここに対してメルカリはその今日本財団さんとも連携をして物の寄付みたいなところも、まあ,あの進めたりをしています。と、例えばまあ、そういったこの。 物を寄付するみたいな中で一緒にこう庄一さんと連携をして海外だったりとかまあそういったところにこう物を届けるというようなこともできると思いましたしあとあのさっきエリさんのす,ごいのすごいなと思ったのが今でこそプロセスエコノミーなんて言われてますけどその物が出来上がるまでのプロセスに関わ,らかかわることでなんか愛着が増していくっていうのはすごいなと思っていて我々で言うとやっぱりこの。 商品説明の欄にどれだけその思いとかストーリーを載せれるかっていうところはもっとこう仕組みとしてそうしやすい何かができると手間をかけずに思いを載せられるみたいなことがなんかヒントとしてあったなと思いましたあと大塚さんのは「そのくるくるショップ」これメルカリでなんかこう実現できることないかなと思って,てあの値段つかないんだけど誰かに受け渡したいものってやっぱあるじゃないですか。こういったものはななんかリアルな 街とか、このコミュニティの中で実現できると、すごく可能性があるなあ、なんて思って聞いてました。ちょうど私今日着てるニット、はい、くるくるショップで。<ー>昨年、えーね、ピックアップさせてもらったものなんですけど。えー、なんかね、その出会いの場をどう作れるかっていうのは、一つ重要ですよね。そうですね。なんか一つ、あの。この間インターンの、来ていた、あの、学生の方とお話をしている中で。今は、あの、まあ。持ち込む時に。 ノートに記入してもらってるんですけど結構街の人にとってはそれが手間になっていて手間ってとってもコストじゃないですかでもやっぱりそこの部分にストーリーが載ってるとそのものの距離がぐっと近くなるのでなんかそこを手間と捉えずにどう価値として <laughs> 転換できるかっていうのは実験でやってみたいなとあの思ってます。私実はもううメルカリさんんがが大好きなんですすすよありがとごございいます <laughs> 普段からあのすごい 活用していてい私の,その活動の中でも,もうみんなあのとにかくメルカリさんをまず見ようみたいなことをよく言ってるんですけどその私がまあ今日お話ししたようなこともす,すごいメルカリで感じることができて、うん、で私あの結構家家電とか家具とかか具もメルカリでで買うんですねあのファッションだけじゃなくて新しいものをあの買うことをとにかく極力避けるってなると、うん、あのやっぱりセカンドハンドからってなる。 ますよねであのなかなか実店舗っていうのは難しいのでやっぱメルカリさんにこう頼っているんですけど、うん、なんかあの私梱包材にその石油由来のものを使わないでほしいとかいろいろこうリクエストがあるんですけど、うん、それもなんかその出品者の方とお話しして相談して。 あの送ってもらうんですよ<ー>なので結構電化製品なので電化製品を新品で買うともう発泡スチロールだったりビニールだったりなぜかあの説明書がビニール袋に入ってるみたいな <laughs> いらないでしょみたいな,うんなんかいろんなゴミが出ちゃうけどメルカリさんで買うともう本当にその人が。 こう多分その辺からもらってきた段ボールで工夫して、うん、あの商品に傷がつかないようにあの私に送ってくださって、うん、なんかすごい気持ちのいい買い買物体験がでできるんですよね、うん、でそれはそのゴミがあの少ないっていうのももちろんそうだけどそういったその工夫をその出品者の方とお話をして、うん、あの私が受け取ることができる買い物をすることができるっていうのがなんかすごいここになんか。 大きななんかプレジャーがあるなというふうに思ってて、うんうん、なんか私のその目指している世界ここにもあるなというふうにいつも思ってます。嬉しいですね。あの本当にまさに仕組みの話でいうとやっぱり我々ってどうしても梱包の資材だったり、あと物が行き来するので配送で環境の負荷って考えられますと。 であの先ほど我々メルカリメルロジっていう新しい事業を立ち上げまして、配送に関しての負荷も我々として何かできることがないかっていうのを考え始めてます。繰り返し使える梱包資材も開発を,を進めていますし、何かそういう,ういろんな選択肢があの出品者も購入者の方も取れるようになるといいなというのと、びっくりしたのがあのカレーのレトルトのパックを本の 梱包資材にしてる方とかもいいてろんなな工夫があるなって学びになりまのよね面白いです、ね、あの山本さんは、えー、とその衣服を、えー、在庫を買い取って海外にあの店舗を持って売ったりしてるわけですけどなんかその仕組みを構築してあのビジネスを進める中でもうちょっとこういった変化が生まれたらファッション産業の課題が減っていくんじゃないかみたいに見えてることってあったりしますか やっぱりその生産方んていうんですかね、まあ、洋服があって多分こ,このセーターはちょっと分かんないですけど、まあ、原価3000円やとするじゃないですか100枚作ったら3000円やけど500枚作ったら2500円1000枚作ったら2200円ですどうしますかってブランドさんが言われたらじゃあ,じゃあ,あの1000枚作れるからあの作っちゃおうよもしくは頑張って3000枚売るからもう200円下げてよそうしたらお客さんに。 1万円じゃなくて6000円で届けられるからっていうやっぱ議論になりがちっていうかまあなりますよね基本的にはあそこがなかなか変わらん限りなかなか難しいんじゃないかなと思いますねだからその資源に割れ売れ残ったら環境に悪いっていうのもありながらもじゃあ日本国民の生活のためにいい商品を安く提供するっていうことはいいかどうかっていうとやっぱりいいことだと思うんでと思いますありがとうございますエリさん このたくさん作ったら安くなるっていうところで、はいまあ、いろんな課題が生まれてきてると思うんですけど、はい、エリさんは逆にこだわりすっごいこだわって、はい、まあ受注生産でっていう方針を取ってるじゃないですか,、はい、なんかそのジレンマはどう考えてるんですかうーんもちろん私はは大量に作ることは反対してますただ それをじゃあ私はもう本当にこの問題の解決って0100じゃないしグラデーションの中で起こっていく今トランジションの中にいると思っているのでじゃあその中で何をすべきかっていうと「トゥルー・コスト」っていうまあ映画があるようにあの我々その受け取る側がじゃあなぜ安いのかなぜこの値段で私たちが手に入れられていてそれによる代償というものは何なのか。 そういったことをきちんとこう買う側がその安さに納得をしてその背景にあることまで自分たちがこう受け取っていること私たちが それに対してその加担しているっていうことをきちんと把握しているかどうかっていうことのこう全体的なそのみんなのコンセンサスみたいなのが取れていくべきだと思っていてそれは今あまりにもその情報が私たちが得づらいっていうふうに思っているのでまずそこの,その本質的なそのものの意味価値みたいなものをみんなが認識するところからまず始まるかなと思っていてでその先に本当にいっぱい作る必要あったっけとかもっと必要 そ分だって結局その,あのさっきのメルカリさんのお話じゃないけど2万円結局使っちゃってたっていうことで目に見えないそのロスとか損益みたいなものが起こっているっていうことをみんなが分かればおのずとなんかそこがきちんと何て言うんですかこれからの,そのサステイナブルな世界への,その整合性が取れるかなと思っているのでまずそのなんでこう安いのかとか何でこれがこう。 便利でなんか私たちがもうどこでも手に入るポチッとしたら何で手に入るんだろうとかその背景をきちんとこう可視化される透明化した上でみんながそれをこう考えていける社会っていうのを目指していくのがまず一歩かなっていうふうに思います。 これ難しいのがその問題をあの知るっていうところが非常に重要なんですけど頭で分かってるだけだとなかなかこう行動まで湧いてこないっていうところがあると思っててファッション産業世界第2位の汚染産業ですとか、まあ、こんなに服が余って捨てられてますっていう情報は今、ちょっとずつ行き渡ってると思うんですよね。そそそれれ第一段階でで非常にに大事だと思うんですけどその後本当にそれあ よくないないってこうなんか湧いてくる感じになるにはやっぱなんか体験とかもうちょっともう一歩ないとなかなかアクションまでいかないのかなと思っていて、うん、そういう意味ではこの「Y」でそのゴミの分別を泊まったホテルに泊まった人がやらなきゃいけないっていうのが非常に面白いと思ってるんですけどなんか実際この施設に来て分別をやってみたりしてなんかこう感想で印象的だったこととかありますかそうですねあの この施設にはホテル Y っていうあの全部で4つの小さなあの宿があるんですけれども。 ゼロウェイストアクションをコンセプトにしていてあの私たちが大切にしていることとして、まあ、コミュニケーションをとることあの、まあ、最初はあの施設の案内もせずに自由に泊まってもらっていたんですけれどもあの最近はチェックインの時に施設の案内を必ず入れていて、まあ、そうすることによってこの街のストーリーであるとかゼロ・ウェイストの取り組みというものをより理解して滞在をしていただけるでそんな中であのチェックインの時には。あの アクションで石鹸とコーヒーとお茶の量り分けをしているんですけど、まあ、それを体験されたお客様が「あのゼロウェイストの手触り感が分かっていいね」っていうなんか普段って何気なく買っていたり何気なく捨てている中でその自分があの主体者としてそこに介在していくっていうその何気ないこのカットする。 一杯ださいっていうところから始まっていくんじゃないかなってあのその時改めて私も気づきました山本さん実際昨日宿泊してどうでした <laughs> 昨日泊まったんですけどあの何回も言うとあの,あのコンビニの弁当箱を洗ったらあのリサイクルできるし廃棄費用が1キロ1円になるのに洗わなかったら燃やすだけだし1キロ5 0円になるっていうのがもうほんまに感動したんですね すごい、コンビニで洗ったな弁当箱は全て洗おううと思いました <laughs> そうです紙カツの特徴としてゴミステーションに行けばそれがどこに行って何になるのかとかいくらであのリサイクルされているのかってちょその自分の行ったアクションが直結するっていうのはすすごく分かりやすい提示だなって三省三つ省庁来られてるかもしれないですけど文部科学省の人も来ていただいてなんか教えてほしいですよね。確かに 教育,教育一つ非常に重要ですよねなのでこうまたぐるっと回ってやっぱり一人一人のこう興味関心も重要というところになってこのシステムの変化と一人一人の意識の変化って本当にこう結びついてて分けがたいんですけどなんかこうどうやったらより多くの人がこのファッション産業の変化にあの自分が一部なんだって思って。 なんか関わってもらえるのかっていうのは、えりさんはその主体性を持って関わるっていう提案をこうされてるわけですけど、そのあたり何か最後にアクションとか関わり方の提案あればお願いします。そうですねうん。やっぱり気候変動のこのお話をしてると、特に日本においてなんですけど、これからその。 地球環境に配慮した生活をしていくっていうことが何かこう我慢をして自分たちの生活水準を下げなければいけないことっていう認識が日本の中ですごく強いなっていう意識があってで私自身は本当真逆だと思っているんですよねこれほどクリエイティブなあの生活スタイルってないなと思ってるしそのうーん今まではその。 いろんなものを無視して生きてきただけでそこに存在してる問題やあの課題を無視し続けていって便利だっただけなのででもそれをなんかそのあるものをきちんと使ったり楽しく使ったりっていうことってすごいクリエイティブだしそれは人間ができることだとだ思っていますで私はまあカルチャーの人間なので特にですけどもあの楽しく生きること美しく生きること 穏何か,かそれこそこう想像して生きていくことっていうのがこれからのその未来のこう素地を作っていくと思っているので何かこうすごく抽象的な言い方にはなってしまうんですけども何かその楽しみながら一つでもあのそういった。 サステイナブルな社会を作っていくための自分の一歩みたいなのをまず一個見つけることが大事だなと思っていて本当に自分の得意なこととか自分が楽しいなと思うことでいいしその一個できたことをこれしかできてないっていうふうに思うんじゃなくてこれができた。 怒ってもらいたいたしその1個を見つけることで絶対にその次が見つかるっていうのはもう実証済みなのでなんか本当にちっちゃいことでいいから1個始めるっていうのはすごく大事だと思います。でファッションってもうみんなが絶対服着て外出るからあのすごく関わりの深いことでもあるので、まあ、本当に自分の持ってる服の1着から始めていいと思うのでこの1着をどう着るかどう捨てるかどう次の人に渡すか。 どうリユースするかっていうことをまあ、本当にその一着から始めてみるでも全然オッケーだと思うのでそういったその自分の中の一個のきっかけっていうのをあの作ってもらいたいなっていうふうに思いますありがとうございますあのまだまだ皆さんでこうディスカッションをしていきたいところなんですがまあ、今日こうして服を作っている立場でまあ麗さんでそれからどうしても作る過程で出てしまう在庫を別の形に流している山本さんそして消費者の方生活者の方が この手放す時になんかさらにできることを模索している大塚さんと、まあ、いろんな立場からこう見えてる景色を共有してなんか、あのーまあ、できることもあるし個人ができることもあるしシステムとして変えていかなきゃいけないこともあるしっていうのがこう改めてあの明確になったなと思っていてこういうディスカッションの場を持つことも一つ重要なアクションかなと思いました。 とというわけでちょっとお時間を押してしまっているんですが今日は4名にディスカッションをいただきました私たちができるサステナブルファッションということで聞いていただいた方も何か考えてアクションするきっかけになっていたら嬉しいです今日はありがとうございましたありがとうございました 鎌田様ゲストの皆様それぞれ目の目線からお話しいただきありがとうございました以上をもちましてトークショーの方終了させていただきます皆様ご登壇くださいご講談ください <laughs> 続きまして本日の会場である上勝町ゼロウェイストセンターの CEO である大塚桃奈様より 上勝町上勝町ゼロウェイストセンターの施設及び取り組みをご紹介いただきます。大塚様、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。では、あの。今日は、あのゼロウェイストセンターから中継をしておりますが。あの、写真を使ってバーチャル通販という形で、このセンター、をどんな場所なのか。ご案内していきたいと思います。はい。あすいません。 一番最初のスライドに戻していただいてもいいですか。はい、すみません。このゼロウェイストセンターは去年の5月30日に新しくオープンした公共型の複合施設になっております。上から見るとハテナの形をしたとってもユニークな施設なんですけれども、あの元々この場所には町のあの資源回収を行う。 あの中間処理施設ですねゴミステーションがありまして、まあ、そこは町の方だけが利用している施設だったんですけれども、まあ、町の であのゼロウェイスト宣言をしてからまだ焼却埋め立ての課題があるあの、まあ、2割が焼却埋め立てになってしまっているっていう現状に加えて、まあ、町としてあの少子高齢化、まあ、過疎が進む中で、まあ、人口今1,500人を切っていて半分があの高齢者の方というようなあの課題感もある中で、まあ、どうしたらこのゼロウェイストをきっかけに町の外からやってくる人 たちと一緒に交流しながら学び合ってゼロ・ウェイストの選択肢を町の中に広げられるかということで、えー、新ししくオープンしています、ねまあのー、右側にマップがあるんですけれどもハテナの上のバテー状の部分が町唯一のゴミステーションとそ,れをその回収した資源物が、えー、保管されているストックヤードになっています。 でその隣に、えー、くるくるショップと呼ばれる町のリユースショップあのここには町の中古品がやってきて、えー、誰でも自由に入ることができる施設になっていますで、えー、今私たちがいるこの「ラーニングセンター交流ホール」というのが、えー、くるくるショップの向かい側にありましてここではこ今日やってるような、えー、オンラインセミナーであったりとかあとは簡易的なキッチンがついているのでイベントスペースなどにも利用できる。 でさらにあの奥には、えー、コラボレーティブラボラトリーと呼ばれるオフィススペースがあってこちらはレンタルであの契約してくださった方々があの年間を通じててオフィスワークできるようなな場所になっていますで最後ハテナの丸の部分が、えー、体験宿泊施設ということで、えー、ホテル Y という小さい宿になっていてどなたでも宿泊ができるような空間です。 でえー、とこちらの,あのバテー状の上のゴミステーションは、えー、町があの直接運営をしているんですけれどもそれ以外の部分をあの今私が勤めている株式会社ビッグアイ・カンパニーが、えー、管理運営している管理という形で、えー、と携わっておりまして、まあ、環境 のの問題っていうのは経済の問題でもあるということを踏まえると、まあ、一緒にあのビジネスの,あの力もここに集めて一緒に考えて変えていこうという思いがあります。はい、でこちらあの年末年始以外は常にあの公共施設ということであの今のところオープンしておりましてオープンは、えー、ゴミステーションの部分は7時半から、えー、平日は2時まで土日は3時半まで。 でそれ以外の部分は9時から5時までというような運営時間になっております。はい、で実際にあの順番にご案内していきたいと思うんですけれどもまずはてなの上の部分ですねあから見た景色こんな感じです。あのぐるるりりとあの、はい、構造があるんですけれどもこののの施設の周りにはあの 住宅がないのであの360度山に囲ままれておりますで、えーとまあ、このハテナの形になったきっかけとしてはもともとハテナを意図したわけではなくて町の方がここに自分の車でゴミを持ってきて自分たちの手で 分別をしているっていうあの取り組みがある中で、まあ、車の動線住民の動線を考えた時にこの馬邸場が生まれて、まあ、町の人だけじゃなくて町外の方もあの滞在できるスペースをということでどん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 鍵穴の形になっていってであの改めて、まあ、なんで上勝でこの取り組みを発信していくんだっけ、まあ、なんでゴミって出るんだっけそういった問いを一緒に考える場として。あの、まあ Y というあのキーワードが生まれてハテナの形になっています。はい、ここがあの上勝町唯一のゴミステーションで、まあ,あのこの一箇所に基本的にはあの朝から、えー、2,3時頃まで、えー、ゴミが回収されて資源ごとに分類されています。 でえーとまあ、車で持ってこれない方もいるので2月に1回は収集の日が設けられていて、まあ、スタッフによる回収は行われているんですが、まあ、みんなここにあのやってくるので、まあ、ゴミだけではなくて街の情報であったりとか、まあ、人も集まってくるようなコミュニティにとっても欠かせない場所になっております。であ写真では全くあの伝わらないんですけれども匂いが全くしません。 まあゴミってすごく汚いとか臭いとかそういうイメージがあるんですけれどもここ生ごみをあの町の分別が始まった1990年代後半からあの集めていないのでえ各家庭で生ゴミは堆肥として処理をしている関係があってあとは汚れているプラスチック先ほども山本様があのプラスチック洗って乾かせばリサイクルできるんだっていう新たな気づきあたあの されれてましたけれども汚れたものもみんながきちんと洗って乾かして持ってくるっていうあの努力を重ねているのであの嫌な匂いは全くしません。でくるくるショップの隣には、えー、あすみませんごみステーションの隣にはくるくるショップがあって、えー、持ち込みスペースが用意されています。ここに、えー、町の方があの手放したいでもまだ使える あのいろんな器とか洋服とか家具とか家電とかがやってきて、えー、使いたい人が自由に持って帰れることができるというあの取り組みがあります。もうこれ実は町のあの小学生のアイディアで生まれたあの取り組みでして、まあ元祖メルカリなのかなと思うんですけれども、まあその信頼関係の中でものが行き交っております。 であの持ち込みスペースの隣にこのようなあのショップ空間があって、まあ、持ち込まれたものをスタッフであの整えて並べておりましてあのルールが一つあって持ち帰る時に必ず重さを測っっててもらっていますでそうすることによってまあ年間を通じてどのくらいのものがあの新しい持ち主に受け渡っていったのかっていうことをあの可視化しています。まあ、そうすることによってまつながり が見えるような空間を目指していけたらいいいなと思っています。で今はあの町の方が持ち込むだけなんですけれども、まあ、今後は町外からもあの一緒に連携をしてあの循環の選択肢が増やしていけたらいいなと思っていて、まあ、上勝町は非常に小さな自治体なのであの上勝だけでは集めても再生できないものっていうのもたくさんあって、まあ、そういったものをあの企業さんであったりとか 他の自治体の皆さんと一緒に協力することによって循環のループに乗せていけたら面白いんじゃないか、まあ、それを一緒に作ってい,いけるのが上勝町なんじゃないかなと思っておりますあちなみにこの、えー、くるくるショップの中にはですねこの一升瓶ケースが連なったデスクがあるんですけれどもこちらがホテルのレセプションデスクとなっておりますでちなみにこの家具とかあの床とか 床はすごい模様があの細かくなってるんですけれども実は町の廃材だったものをあのなるべくこの空間にも活用していますこういう感じでもともと上勝町林業で栄えていた町なのであの仕出し屋さんとかお家であで集っていた時に使っていた大きなとっくりとかこういったあの懐かしいものもたくさん集まってきますね。 で隣にくるくるショップの隣に、えー、今私がいる交流ホールがあります。 普段はラウンジのようにあの誰でも自由に行こうことができる空間になっていて、まあ、1時間からレンタルを行っています今,年中旬あ今月中旬にもあの洋服の試着会がここで行われる予定でして、まあ、あのここが人と人の出会いの場にもなっていったりとかあとは一つ目標に掲げていることとして、まあ、生産者と消費者が出会う場に神活もなっていたらいいなと思います。 あの考えている中で、まあ、イベントスペースとしても活用していただくことができます、はいまあ、このようにセミナー利用もできるような空間になっていて奥の台ですね私の今後ろにあるスペースはあのキッチンスペースになっておりますだい十体あの 20, 20人から40人があのここで集うことができるような大きさですで、えー、とこの えー、エントランスの部分ですね。左側にくるくるショップがあって、右側にあのー？氷ホールがあるんですが、その間を突き抜けるとですね。このように広場が広がっております。ま神、あ、なかなかこれだけあのー、広々とした空間が産地なのでないんですけれども、あの休日はあのー、ゴミステーションに来てくださった。ご家族などもここでのんびり過ごしていたりとか。あのー、まあ、ゆくゆくはあのこういったところでマルシェであったり。 あの音楽イベントであったりまあってすごくネガティブなものだけどそれを通じて人が出会う集うっていうことをまあ神勝で,できたら楽しいなと思っていますで、えー、広場から見たこのセンターはこんな感じですあの窓がずらりと並んでいるんですけれどもこれ実は神活町民から集めた窓になっておりましてえっ、ー、と まあ、この建築を担当したのがナップ建築設計事務所の中村博さんという方なんですけれどもあの、まあ、町のにあるものそして町の人と一緒にこの建物を作っていくことができたらいいなという中で、まあ、広報などを通じてこのセンター新しくできるときに、えー、窓を募集しますということでおよそ700枚が集まりまして実際540枚あの一,一つ一つサイズを測ってパズルのように組み合わせて今このように活用されています。 今町の人口というのはどんどん減っていて町の明かりも消えかかっているとも言えるんですけれども一つ一つの明かりをまたここで集めてもうここから光を照らし出していけたらいいんじゃないかというようなメッセージが込められております。ここ横かから見るととこんななな感じでですねちなみに上勝はは雨雨が多いあの街なの,であの梅雨の時期とかは あのすごくたくたさん年に、まあね、2,000ミリ降ると言われているのかな、はい、なんですがそ,れ、あのー、その雨の音とか風景も楽しめるようにということで雨どいがついていない設計になっておりますなので雨の日はこの屋根から落ちる、あのー、雨の流れを楽しんでいただける、はい、作りですねで、えー。交流ホールのさらに 奥にはですねこのよううなラボラトリーーといススペースがありますこちらは現在年間契約でレンタルオフィスとして活用できるような空間になっていてあの現時点では今4社ほどあのご利用いただいているんですけれどもあの例えば都内の企業さんがあのものづくりをされている いる中でまあ、クリエイターさんと一緒に神活に来て、これあの循環するプロダクトの設計をここでディスカッションをするっていうような利用をしてくださっています。まあ、ここであの神活が18年取り組んできても、まだ焼却埋め立てになっているっていう。あのリアルさを元に。じゃあどうやって自分たちが作れるのか？そこに。 関わっていけるのかっていうのをあの一緒に考えていけるような場を目指しています。まあ、特にあの紙活はその物を作る人も使う人もまああらゆる人がニュートラルに出会える場所なんじゃないかなと思っていて、まあその自分が所属しているコミュニティである前にまああなたと私というようなその この社会に生きる一人の人間としてできることを一緒に共有できる場になったらすごくいいなと思っています。ここのあのラボラトリーのフロアもあの。使われて使,使われることがなく、廃棄予定だった。フローリングを組み合わせて使っていたりとか。あとはこのラボの後ろにですね。あの本棚がありまして。まあ、これあの？ できた当初の写真なので空っぽなんですけれどもあのもともと神活であのキノコの栽培をしていたあの事業者さんの,あのものをいただいて活用しています町の方はえー、なんでコンテナっていうんですけれどもちょっと外から来た人は結構お面白いねっていうような反応がそれぞれあのここから感じられて面白いですねで、えー、最後にハテナの丸の部分があの ゼロウェイスのアクションホテル Y ということで、えー、あります。で入って、えー、全部で、えー、客室4つなんですがうち2つはマウンテンサイドその他2つはロードサイドという全部で4室の小さな宿ですね。で入るとこんな感じになっていてメゾネットの作りなんですけれどもえっ、ー、と 最大4名がが宿泊することができますで、えー、ここの特徴としては使い捨てアメニティを置いていないのでチェックインの時に測り分けのアクションに参加をしていただいたりとか、えー、客室にゴミバスケットを2つ用意しているんですけれどもあのそちらで滞在した時に出たゴミを、えー、6分別してもらってチェックアウトの時にはスタッフと一緒にゴミステーションで分別してもらうというようなあのまあ ある種その分別をアトラクションにして一緒に楽しんでもらっているのが特徴ですね。でまあ、こういった客室の中で使っているソファーも実は街の備品だったベッドとカーテン生地をリメイクしてあの再活用していたりとかあとはカーテンもは切れを組み合わせていたりとか椅子とかあの机もリユースしています。はい とといううころでしょうかね、はいであのまあ、以上でこの施設のご案内になるんですけれども、まあ、この施設上から見るとハテナの形をしていると、まあり日々何気なく過ごしている時間とかあの使っているものとか改めて振り返って、まあ、この都市とは違う上勝の山の時間の中であの、まあ、何で物って作られるんだっけ使うんだっけ 捨てるんだっけ、まあ、そんなあの何気ない疑問を持ちながらあの自分たちにとっての心地よさ社会にとっての心地よさをここから育んでいけたらいいなと思っておりますので皆様あの機会がありましたらぜひゼロエェイ・スト・センターにお越しください。あありりりががととううごござざいいまます大塚様ありがとうございましたこれより 16時30分までの休憩時間とさせていただきます。